こんにちは、居合一人稽古です。今回は刀剣豆知識編と題して、日本刀の各部名称を順次紹介していきたいと思います。居合を始める時の必需品、刀。その刀とこしらえの各部名称を基礎知識として深めましょう。またその名前に関連することわざも絡めて楽しみながら学びましょう。日本刀。武士の魂と言われた伝統的な芸術品。刀身自身と周りの装飾を含めたこしらえと呼ばれる部分の名称に、毎回一つだけスポットを当てて解説します。今回紹介するピンスポットは、作業です。作業とは、日本刀の鞘に装着して用いられる紐のことです。もともとは刀剣、太刀を腰から下げて携行するためのものであったが、腰帯に刺す内刀になってから鞘に付属する紐になりました。主に絹で織られた平組紐が用いられ、鞘抜け防止、捕縛、血止めなど幅広い用途に使える刀の付属品となりました。作業に関連することわざ用語。作業の色慣習。関連することわざは少なくて、どちらかを含むことわざになりました。勝って兜の尾を締めよ。後悔は知恵の糸口。下手は上手の手本となりました。今回は作業の色慣習について意味を紹介します。作業の色についてのことですが、居合道においては師範のみが白の作業を使ってもよいとか、色のついた作業は有段者のみでそれ以外は黒しか使えないといった決まり事を厳格に求める流派や道場はまだまだ多いということです。以上がことわざ豆知識でした。ご視聴いただき誠にありがとうございました。今回から
日本刀及びこしらえの各部名称とそれに関連することわざも順次紹介していこうと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメントの方もお気軽に書いていただけると動画制作の励みになります。ではまたお会いしましょう。